静岡市歴史めぐり町話。今日は静岡市葵区の田教寺を訪ねます。徳川家康が480石の領地を与えた駿河屈指の大寺院田教寺。学問好きの家康は田教寺などの僧たちを駿府城に集め、お経の解釈を議論させていたと言われています。明治3年の火災で焼失したこの寺は幻の寺とも言われ、現在観音堂に残る仏像の数々にかつての繁栄を忍ぶことができます。この不動明王立像は鎌倉時代13世紀後半の作とされています。ご本尊の千手観音は年に一度の御開帳で公開されます。普段は閉じられている扉の前には本尊を守るように別の千手観音が安置されています。村人の尽力で火災の難を逃れ、現代に伝えられた仏像たちが居並ぶ姿は奇跡にも思える光景です。静岡浅間神社初開催の稚児舞はもともと田教寺の観音様に奉納されたものが、今川の時代から浅間神社でも舞われるようになりました。田教寺があった場所の一角には現在田教神社があります。かっての参道には田教寺ゆかりの僧たちが開いた小さなお寺や宿坊が連なり、桜並木は駿河屈指の桜の名所であったと言われています。静岡市歴史めぐり町話、今日のお話はこれにて。